はい、それでは道ヶ島を後にしまして、12番目の市長であります伊豆市へ向かうことにします。まあここまで来るともうだいぶ絞られた感じがしますね。あとは伊豆市ともう一つを残すのみとなります。そのもう一つとは、まあ伊豆市のどこかにたどり着いた時点でお知らせしますので、お待ちくだされば幸いでございます。ただいま田子付近を通過しているところです。まあ田子といえば田子節ですかね。それが名産品になります。ちなみにさっき食べた節コロッケなんですけども、おそらく田子節が使われているのではないでしょうか。多分そうでしょう。あと田子節を味わいたければ、まあ塩カツおうどんなんてのもありますから、それもいただいてみたいもんですね。見てみれば平成の大合併であれやこれやと合併しまくったおかげで、まあ、市長巡り、まあ、これはある意味やりやすくなったんじゃないでしょうか。まあこれが合併前となりますと、とてもじゃないですけど、もう回りきれるもんじゃなくて、これ1日じゃ相当効かないと思いますよ。以降入り口付近を通過しトンネルを下ったところで、まあ、この日、まあ、この辺はまだ粗利になりますかね。まあ、伊豆半島のあちこちには変わった読み方とでも申しましょうか、ちょっと頭をひねるような読み方の地名が割とあるみたいなんで、これはおいおい取り上げていければと思います。まあどうせいつものと申しましょうか、まあ例のいつになるか分かんないってやつですけども、ただいま小金崎クリスタルパークを通過しているところです。まあそうですね、ここ小金崎クリスタルパークなんですけども、以前そこで行われた、そうですね、西伊豆ふるさと祭り、その様子について収録した動画がありますので、こちらはまあ概要欄にリンクをお貼りしますので、まあ、興味がございましたらご覧いただければ幸いです。と言いつつ、うぐすあたりで信号に引っかかっちゃいましたと思いきや、青になりましたので発進します。西伊豆町を抜け伊豆市に入りました。これで12箇所目ですね。まあ伊豆市に入ったからといって降り立ったわけではありませんので、まだカウントはされてないです。さて車を止める場所なんですけども、どうしましょうか。伊豆市と一口に言っても いろいろありますからね。問いに車を止めるのか、それとも山越えて天城か修善寺へ行っちゃうか、この辺はどうしますか、などと言いながら恋人岬を華麗にスルーしちゃいました。まあなんで華麗にスルーしたか、まあまあどっかの大仏様ではないですけども、それはお察しくださいってことで、この近辺今でこそこうやって広い道路が通ってるんですけども、以前はもっと狭い道だったんでしょうね。
ま駿河湾フェリー乗り場を通過しました。まあそこから降りればフェリーに乗って、まあ、清水へ行けるんですけども、これをネタにするのはいつになるでしょうか。機会があれば乗ってみたいもんですね。と言いながら、まあ、土肥金山は空いてるのでしょうか。一応空いてはいるみたいですね。まあ空いてるんでここに立ち寄ることにしましょうか。先ほど土肥金山に到着しました。ここ土肥金山の到着をもって伊豆市の地面に足をつけることを達成しました。ここを出発すれば残りはあと一つになるんですけども、そのあと一つにつきましては車の中で発表することにしましょうか。でちなみに現在の時刻はそうですね、16時20分を過ぎたところではないでしょうか。まあいくら日が長くなったとはいえ、だんだん日が傾いてきてますので、そろそろ出発することにしましょうか。土肥金山を出発しの最後の市長へ向かおうとしているところです。その最後の市長は何を隠そう沼津市になります。でなんで沼津市が出るかって、沼津市って駿河の国じゃないの。それはごもっともであります。しかしながら沼津市の中でも伊豆の国に相当するところはあります。まあそれが内浦以南となります。でその内浦以南、まあ内浦、西浦、戸田といったところでしょうか。そのあたりで足を踏み入れれば今回の企画は完了となります。従いまして同じ沼津市でも目指しているのは内浦、西浦、そして戸田のいずれかになります。まあそのうち道の駅がありそうなのはどこかっていうのは大体想像がつきますよね。まあ視聴者の皆さんのご想像通りの結果になるかと思いますけども、それはまた後ほど。土肥金山を出発して、まあ、しばらく走ってから国道136号を離れ、ただいま静岡県道17号線を走っているところです。それにしてもやたら道が狭かったり曲がりくねってたりして、なんか先が思いやられてしまいますな。もっともこの先行き違いがなければいいんですけども、果たして都合よく行きますかどうか。伊豆市を抜け、ただいま沼津市に入りました。といっても例によって足を地面につけるまでは、まあ、到着したとは言えません。よってまだクリアしたとは言えない状況でしょう。しかしながら沼津市入りしたことでこの企画も終盤を迎えたと言えるでしょう。しかしこの辺りとなると喋るネタほとんどないようなもんですからね。まあ鬱蒼とした森林の中を通ってるかと思えば、まあ、たまに開けてくるところもありますからね、このルート。まあ17時まであと、そうですね、
まあ、いくら日が長くなったとはいえ、まあ、17時まであと10分強ですので、ここはちょっとライトをつけた方がいいかもしれないですね。まあ特に鬱蒼とした森林の中を走るんであればなおさらですけども、ただいま枝野集落を走っているところなんですけども、もう少々走ればクルラ枝にたどり着けるんじゃないでしょうか。この先の交差点で右折して、まあ、一旦伊豆市方面へ向かうことにしますか。この先の信号ですね、まあ、ちょうど赤になったこの交差点ですね、ここを右に曲がることにしましょう。さて、ここを右に入れば道の駅クルラ枝田に到着します。道の駅クルラ枝田に到着しました。ここクルラ枝田に到着することをもって沼津市に足を踏み入れることを達成しました。従いまして今回の企画はこれで完了になります。まあおまけがつくかどうかは、まあ、ビデオカメラのバッテリー次第なんですけども、ここで一旦この動画を締めることにいたします。それではご視聴ありがとうございました。ここはただの観光地、明かりの夜は100万ドルの夜景、鳩屋の CM は東京で知られてた、川の桜は
地ワンボタイムロケンロールピザハートロケンロールピザハート